はい、ではですね、土地区画整理法ということで、まあ、そもそも土地区画整理法ってなんだよっていうところを知ってないとね、まあ、聞いててもちょっと意味がわかりにくいので、まず最初に説明するとですね、今現状がね、この左側のごちゃごちゃした土地、画面上、僕から見ると右側になるのかな。まあ、皆さんから見ると画面上では左側になると思うんですけどね。A、B、C、C、なんか丸っこい C があってね、E も丸っこくて、なんか D に関してはちょっとちょぼっとなってるよって。まあ、実際ですよ。実際こんなことにはならないです。もうちょっと、綺麗には区画されてるんですけど、わかりやすいようにもうぐちゃぐちゃにしてあります。実際はもうちょっとは綺麗なんですね。ただ、まあ、こういうふうな感じの土地があると思ってください。極端な話ですけど。で、こういった土地って住みにくいんですよ。ね。A さんと C さんと B さんと D さんと E さんがこういうふうな感じの土地持ってるっていうと、まず住みにくい。で、売りにくいっていうね。で、それだったらもっと綺麗にね、土地を区画して、で、やっていこうよというようなのがこの土地区画整理法です。ね、土地の区画を整理しようっていうね、名前の通りなんですけど、じゃあどういうふうになるかっていうと、画面上で言うと右側ですね。C さんがいて、公園がありまして。で、この何も書いてないとこは道路とかね、そういうふうな感じで思ってください。で、A さんがいて、B さんがいて、保留地って言われる土地があって、D さんがあるよと。で、結構ですね、新しく、できていくような土地、例えば開発とかがされると、結構こういうふうに綺麗になってるところっていうのが多いと思うんですよね。皆さんも見て、開発された土地とか見たことあればね、わかると思うんですけど、もともとぐちゃぐちゃだったのにこんな綺麗になってるんだと。で、あれって、要は、権利移動とかもすごい複雑なんですよ。例えばこの A 見てもらえればわかるんですけど、A さんの面積めっちゃ減ってるじゃないですか。じゃあその分どうするのっていうお話なんですけど、まあ、そういったね、いろんなことを、まあ、クリアしないと、こういうふうに綺麗にはなかなかならないんですよね。で、開発ってこういうふうに、まあ、いろんな方を集めてやるようなケースもあればですけど、あればですけどっておかしいですね。そういうケースもあれば、まあ、一人の地主さんって言われる方がね、大量に土地持ってるとでっかいね。それをこういうふうに綺麗にして売るみたいな話もあるんですよね。で、今回のケースは、例えば A、B、C、D、E っていうね、5人の方が、まあ、みんなで協力してこういうふうに綺麗にしようよっていうふうな話だと思っておいてください。で、まあ、こういうふうに綺麗になりますというのが、この土地区画整理法の、まあ、おおよその内容にはなってくるんですけど、最初にですね、その用語っていうのをちょっと説明していきます。何のことを言ってるのっていうことなんですけど、まず事業の方式としまして、保留地って言われるところが出てくるんですよね。右側の A のところにもね、A さんの横、D さんの上のところにね、保留地って書いてあるんですけど、これ保留地って何かっていうと、土地区画整理事業の施工の費用に充てる、などの、まあ、目的のために定められる土地っていうことですね。まあ、要は、この土地区画整理をするってなると、ものすごいお金かかるんですよ。皆さんの土地きれいにしたりとか、もしくはね、A から E さんまではね、仮住まいでね、違うところに住んでもらわないといけなかったりとかね。で、公園作るって言ってもそうですし、アスファルト引いて道路作るって言ってももちろん全部お金かかりますから。なので、その施工費用に充てる土地っていうのを決めないといけないんですよね。まあ、いけないわけじゃないんですけど。で、そういうのを決める場合は、こういう保留地っていう土地を設けられると。で、この土地をね、例えば第三者の方に売って、まあ、2000万なら2000万、4000万なら4000万で売って、それを工事費用に充てようよというような土地が、この保留地って言われる土地になります。ですので、文字上で起こすと、土地区画整理事業の施工の費用に充てられる等の目的のために定められる土地を言いますということで、これが保留地というような土地ですね。で、次の用語。次は、現部ってね、これ読みます。現部。一応内容としては、新しい公共施設用地、保留地を確保するために、従前の宅地の所有者に宅地の一部を一定の割合で提供させることを言いますというようなことです。まあ、例えばですけど、絵だと A さんっていう方が、まあ、見た感じで一番多くの土地を持ってるんですよね。で、それをね、確保するために、まあ、その面積に応じて土地を買うのとは別にですね、ちょっと土地譲ってくれませんかというようなことですよね。で、まあ、大体公園なんかがこういう区画にはできたりするんで、そういう公園を作るためのね、ものであったりとか、あと保留地っていうのももちろん確保しないといけないので、そのために、まあ、従前の宅地の所有者さん、さっきのケースだった A さんに、ちょっと宅地の一部ですね、ちょっと提供してもらえませんかっていうふうな、そういった行為のことをこの現部って言ったりします。で、次に閑置って言われるワードですね。閑置って言われるものは、従前の宅地に代わるものとして交付される土地のことを言います。
この場合、まあ、A さんで例えると、左側の絵だとね、A さんって結構莫大な土地持ってたんですけど、それが今度土地区画整理法によって、保留地の横になりますよね、A さんの土地っていうのは。で、この新しく A さんの名前になってる土地、これのことを官地って言います。ね、従前の宅地に代わるものとして交付される土地、これ A さんの土地、A が A に代わるから、A が A に代わるというか、A さんがその保留地の横のね、土地を手に入れるから、完治するっていうふうなね、そういった表現をしたりします。まあ、実際ですね、所有権の範囲になってくるので、所有権の、まあ、与える影響しているエリアっていうのがぐっとちっちゃくなりますし、場所によっては全然違うんですよね。例えば、ですけどこれ、D さんかな。D さんなんかだったら、もうさっき前住んでた土地と全然違うところの土地に住んでることになりますよね。だいぶ移動してきたなと。で、そんな簡単にポン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 土地って移動できないので、なので、こういった官地っていう処分をしないと、まあ、なかなかね、その名義を変えるっていうことが難しいんですけど、なのでそれをね、まあ、官地って言ったりします。従前の宅地に代わるものとして交付される土地、新しい土地のことをまず官地って指すんですけど、これに対して官地処分と言われるワードですね。官地処分っていうのは、従前の宅地に代わる土地を交付することを言います。要は、この官地っていうのが新しくね、A さんだったら A さんで、保留地の横のね、土地をね、まあ、ここの土地のことを官地って言います。で、それをあげますよと、それを官地処分って言うんですよ。官地処分したっていうと、A さんに新しい土地を交付したっていうことになります。従前の宅地に代わる土地を交付することを官地処分と言います。ね。ちょっともう一度さらっと、おさらいしてからね、次のチャプター行きます。保留地っていうのは、まあ、施工するためにですね、まあ、当てられるような土地。まあ、これを売ってですね、土地区画整理事業のお金に当てようよというのが保留地。で、現物っていうのは、まあ、土地持ってる方にですね、ちょっと譲ってくれませんかと言って、まあ、公共施設の用地だったりとか、保留地なんかのためにですね、ちょっと土地くださいっていうふうなお話です。で、官地っていうのは、綺麗になった後にね、もらう土地のことを指して、官地処分っていうのは、その土地をあげますよっていう行為のことだというふうなことを覚えておいてください。はい、ではですね、ここからはちょっと文字ばっかりになってきますんで、ちょっとね、辛いかなと思うんですけど、官地計画っていうものがあります。で、官地計画を定めないっていう風なところだけね、押さえておいてもらえればいいんですけど、宅地の所有者の申し出、または同意があった場合、官地を定めないことができるっていう、ちょっとね、そういう例外的な規定がありますよっていうことです。官地を定めないっていうことは、要は新しくなった土地はもういりませんっていうようなお話ですね。で、そういった場合は宅地の所有者の申し出とか同意があれば、まあそういったことができるよと。まあ逆に言えばね、所有者の同意とか、申し出ない場合は、基本的に官地って定めないといけないよっていうふうなお話になります。官地っていうのは新しくもらう土地ですよ。新しくもらう土地っていうのを定めないですることもできるよというふうなことを覚えておいてください。で、あとですね、計画上どういったものが必要になるかっていうと、清算金っていうワードが出てきます。で、清算金って何っていうと、従前の宅地について、官地を定めなかった場合、まあ、さっき言ってたみたいに、所有者のね、申し出がありましたと、新しい土地いりませんと言った場合、そういった場合ですね、まあ、不均等が生ずると認められる場合ですね。不均等が生ずると認められるときは、金銭により清算するものとし、その額を定めなければならないと。いうようなことです。まあもちろんですね、従前の土地の所有者さん、例えばまあ、A さんがいてね、A さんがもう次新しい土地いらないよと、ね、A さんがもう土地いらないって言ったとしても、でもそれだったら A さん協力しないよってなっちゃうんですよ。新しい土地、だってそれを言うとね、自分の持ってる土地ただあげるだけになっちゃいますからね。そんなことなかなかね、まあ一般の人はそれはもちろん嫌がりますから。で、ただ、まあ、今後のことも思って、そういう土地区画整理事業には協力したいと。協力したいんだけども、新しい土地は別にいらないよと。まあ、別に土地持ってるからそっち引っ越せよと。ただし、お金で買い取ってねってことです。これのことを清算金っていう風なね、ワードで指したりします。もう一度読むと、従前の宅地について官地を定めなかった場合、不均等が生ずると認められるときは、金銭により清算するものとし、その額を定めなければならない。まあ、1平米あたりいくらとかね、というふうな買い取りする値段を決めてねっていうことです。で、あとですね、建築行為等の制限というものが出てきます。ちょっと最初に読んでおくと、土地区画整理事業の施工についての許可、で、組合設立の許可等の広告があった日の後ですね、まあ、土地区画整理事業の施工っていうのと、まあ、組合の設立って2つあるんですけど、まあ、要は、始めますよっていう時ってことです。
土地区画整理事業の施工の許可があったってことは、もうそこから許可が下りてから土地区画整理事業始まりますから。で、組合ね、まあ、組合って言われるとパッと出てくるのは多分皆さん労働組合とかだと思うんですけど、イメージはそんな感じです。勘違いにおいての組合っていうのができましたと。で、それの許可等の広告があった日の後ですね。その後に関しては、勘違い処分の広告がある日まで、施工区域内において、土地の形質の変化、建築物の新築、改築、増築、移転の容易でない、物件の設置をする場合は都道府県知事の許可が必要になりますというふうなね、まあ、そういったルールがありますよということです。で、まあ、土地区画整理法においてね、その土地区画整理事業の施工についての許可っていうのは、要はですね、まあ、土地区画整理をしますというようなことで、まあ、基本的にこれはね、また都道府県知事に許可をもらわないといけないんですよ。結構大きなお話になってきますんで、開発許可にも似てきますしね。で、そういった場合ですね、許可をするんだけども、それはある一定の要因があってね、もちろん許可してるんですよ。土地をこういう風にします。家をこういう風に建てようと思ってますとかっていう風な、そういった情報に基づいて都道府県知事許可してますんで、もしそれを許可した後にですね、施工する区域内において土地の形質を変える。例えば一箇所だけ、極端な話ですけど山を作りますとかね。ね、こう、宅地がある中一個だけ山にしますとか。ちょっとこれ見た目いいでしょ、ちょっとデザイン性が良くてねみたいなことをするとかね、あとは、建築物の新築改築増築ですね。で、移動の容易でない物件の設置っていうのをする場合に関しては、都道府県知事の許可が必要になりますっていうふうなことです。まあ開発許可とね大きく違うのは、土地区画整理法っていうのは建物を建てることがゴールじゃないんですよね。あくまで土地をきれいにすることがゴールなわけなんですよ。なので、土地をきれいにして、でそこで、ね、区割りをして、で、その状態で、じゃあ、OK ですってなった後に家をこう建てていくようなイメージになってくるので、勝手にね、土地をね、こうきれいにしてる途中で、全然関係ない新築物とか建てられると困るんですよね。なので、まあ、家を建てたりとか、移動が容易でない物件の設置なんかをする場合は、許可が必要になりますよ、というふうなルールがあります。で、あと仮勘地って言われるものですね。仮勘地っていうのは勘地処分前に指定する土地のことで、勘地ってね、新しく交付される土地だよってことなんですけど、それの仮ってことです。もう文字上で言うとそのまんまですね、仮ってことですね。要するに新しく手に入る土地は多分ここになりますよというようなことです。それをここの、まあ、A さんがね、さっき言ってた A さんの、堀内の横 A さんだったじゃないですかね、堀内の横 A さんだったところに、多分あなたの土地っていうのは勘違い処分するとここになりますよと。ね。だから、まあ、ただ今のところこれ仮ですからっていうのがこの仮勘違いってことです。なので勘違い処分前に指定する土地のことを仮勘違いって言います。で、イメージとしては仮勘違いっていうものがあって、で、勘違い処分をしましたってなったらここが勘違いされた土地っていう風な感じになるんですよね。なので、まあそれを仮でね、指定するよっていうことです。で、仮勘違いの効果なんですけど、仮勘違いが指定された場合、仮勘違いの指定の効力の発生の日から勘違い処分の広告がある日まで、従前の宅地の所有者は従前の宅地について使用収益できず、仮勘違いについて使用収益することができるよと。で、もうちょっと最後まで読んでおくと、仮勘違いだけでは所有権を取得するわけではなく、あくまで使用収益権を取得するのみであるというふうな内容になります。で、まあ文字で読むとね、これまたね、難しいんですけど、言ってることは全然大したこと言ってないんですよ。要はですね、仮勘違いっていうものを指定されましたと。ね、A さんのさっき持ってた土地っていうのは多分ここになりますよと。っていうような状態であれば、そこの仮でね、指定されたところを使ったり収益していいよっていうことなんですよ。で、まあ、使うのはイメージなんとなくわかると思うんですけど、収益ってね、どういうことかっていうと、例えばですけど、そこに実際住んでるのは別の方っていうケースがあるんですよね。土地を持ってるだけで、それを貸してらっしゃるとか、っていうふうな時なんですけど、じゃあ、その状態で土地区画整理事業始まりましたよって言ったら、どのタイミングでどっちの土地使うのってことになるんですよ。その、ね、土地区画整理をやってる途中の段階であれば、 A さんって土地2つ持ってることになるんですよね。前あった土地も持ってるし、で新しく勘違いされるね、土地もね、2つ持ってるよというような状況が一瞬でも起こり得るんですよね。じゃあそういう場合どっちの土地使えばいいのって、どっちの土地について賃料をもらったらいいのっていうことなんですよ。でそれを言ってるんですけど、まあもう一回読むと、仮勘違いが指定された場合ね、 A さんの仮の土地はここですよと
言われた場合、指定の効力発生の日から完治処分の日があるまで、完治処分っていうのはもうあなたの土地ここになりました、確定しましたってことですね、までの、従前の宅地の所有者、従前っていうのは、まあ、A さんのお話なんですけど、従前の宅地について使用収益はもうできません。ね、莫大に持ってる土地、あれも使っちゃダメってことです。ね、だからそれを貸してもダメだよというようなことです。で、仮完治について使用収益することができますと。ね、仮完治として、まあ、仮に A さんのね、土地ここだよって保留地って指定された、そこを使ったり貸したりしても別に構いませんということです。で、注意点として、仮完治っていうのはあくまで仮なわけですから、仮なわけですから、所有権を移動するとかっていう話ではないんですよ。なので、 A さん実際じゃあ所有権どこ持ってるのっていうと、基本的に、完治処分の工事のあった日の翌日からね、その土地を取得することになりますんで、なので、それまでの間であれば、 A さんっていうのは莫大な土地をずっと持ってるんですよ。じゃあ A さんの所有権どこにあるかっていうと、莫大な土地をずっと持ってます。ね、ですんで、仮に仮完治っていうのが指定されましたと言ったところで、所有権はまだ A さんは莫大な土地を持ってます。ただ、そこに所有権持ってるからって、そこを使ったりとかですね、そこに賃料をもらうとか、そういうのはやめてと、新しくここにするっていう予定があるんだから、そこについて使用収益をしてねと。ね、使用収益をしてください。で、完治処分が終わりました。で、それのね、広告があった翌日の日からですね、所有権というのは A さんこっちからこっちに移るよというような内容です。なので、まあ、文字で言うと、仮完治だけで所有権って移転しませんよと、あくまで使用収益権というのを手に入れるだけだというようなことをちょっと押さえておいてください。はい。でですね、完治処分というふうなところなんですけど、まあ、さっき言った通りね、完治処分、要するに新しくね、A さん手に入る土地ここですよっていうのがね、仮で決まりました。で、その後じゃあどのタイミングで手に入るかっていうことなんですけど、まずですね、完治処分っていうのは、完治計画にかかる区域の全部について、ね、全部について工事が完成した後、遅滞なく行わないといけないと。いうような内容になってます。もう遅滞なくなんで、すぐにですね、工事終わったらすぐにこの完治処分っていうのをやってねと。なので、この完治処分をしないと、ずーっと A さん莫大な土地持ってるだけになるんですよね。しかも使うな、貸すなっていうような状態ですから。なので、この完治処分っていうのは、もう工事が終わったらすぐやってねというようなことです。完治処分っていうのは、まあ、完治した土地をね、まあ、手に入れるための宣言みたいな感じですね。完治処分って感じです。っていうふうに僕は覚えてました。はい。まあ、あながち間違ってないですからね。完治処分って。完治処分宣言をするとですね、なんとその土地がですね、A さんの土地、莫大だった土地が、保留地の横の土地に変わっちゃうんですよ。っていうようなことです。で、完治処分の効果としまして、まず、完治を定めなかった場合ね、完治を定めなかった場合は、広告があった日の翌日から従前の宅地として見なされますというようなことです。まあ、で、完治を、ごめんなさい、完治を定めた場合ですね。ごめんなさい、完治を定めた場合は、広告があった日の翌日から従前の宅地として見なされます。要は、完治っていうね、さっき言ってた A さんだったら保留地ですね。保留地の横の土地、A さん持ってましたよね。で、この完治処分っていうのがされましたよと、完治宣言がされましたと言ったら、それを広告するんですよ。まあ、完治処分しましたよって言って広告したら、その翌日からなんですけど、翌日から A さんはもともと莫大な土地を持ってたんですけど、もともとね、保留地の横の土地を持ってたっていうことになるんですよ。それを従前の宅地と見なされるっていうふうな表現をされるんですけど、まあ、厳密に言えばね、A さん莫大な土地持ってて、保留地の横のちっちゃい土地に移動したように見えるんですけど、法律上では一応ね、完治処分っていうのをして広告しましたよと言えば、もうそれを言ったね、翌日からですけど、保留地の横のちっちゃい土地、ずっと A さんが持ってたよっていうことになりますよっていうことです。で、完治を定めなかった場合、もういらないよって言った場合、いらないよって言った場合は、広告があった日が終了した時に、消滅しますというようなことです。まあ、要するにね、B さん、まあ、ちょっと B さんだったか C さんだったか、ちょっとさっきの図は僕パッと出てこないんですけど、まあ、いらないよって言った人に関しては、広告があった日が終了した時ね、まあ、例えば広告した日が10月の1日だとしましょうか。10月の1日に広告したよって言ったら、10月の1日の終了した日なんで、10月1日の、夜中の0時ですね、になった時にですね、終了して消滅するよと。要するに、もうあなたの土地ありませんということです。ね。まあ、そんなにね、難しいお話じゃないんですけど、まあ、完治処分の効果ってことでね、完治処分っていうのをしたらどうなるのってことです。で、地域権。
ですね。地域圏はですね、民法のところでもちょっと軽くやったんですけど、まあ、ちょっとね、覚えてらっしゃらない方もいらっしゃると思うので、一応説明しておくと、土地がね、2つあると思ってください。A 土地、B 土地、道路があるよというようなことです。で、この A さんっていうのは、この B さんの土地を通らないと道路に出れないんですよね。で、そういった場合に、この B さんの土地をね、ちょっとだけ使わせてもらうというような場合、これに関して、まあ、通行するね、まあ、権利があるよ。これをね、地域権とかって言ったりします。まあ、A さん、B さん、C さん、ごめんなさい、A さん、B さん、道路がありますよと。で、A さんが、道路に出るために B さんの、ね、土地を通らないといけないと。で、それを、まあね、通るためのものを通行地域権とか言ったりするんですけど、そういうふうなイメージで覚えておいてください。で、地域権ですけども、広告があった日の翌日以降、なおも従前の宅地に存在しますよというようなことです。まあ、これちょっと前提としてはね、とりあえずは押さえておいてください。で、一般的にはね、この下の段になります。なお、施工する利益がなくなった場合には、広告があった日の終了した時に消滅しますよというふうなルールになっています。まあ、基本的にはですね、この地域権を残すようにね、土地区画整理ってね、基本的にはされないんですけど、まあ、中にはですね、ね、どうしてもその土地をね、提供するのが嫌だと拒む人がいて、で、その人の土地を通らないとどうしても出れないよとかっていう場合ですね。要するに、この地域権、意味があるんだったら残すよというようなことです。で、いらないんだったら消してねっていう。ただそれだけのお話ですね。なので、もし必要なものなんであれば、従前の宅地上に存在する。なので、前提は残すことが前提なんですよね。残すことが前提だけども、利益がないんだったら消してねっていうふうな例外っていうふうな感じになってます。まあ、法律らしい作り方ですよね。原則があって例外があってっていうふうなことですね。なので、原則は一応残るんですけどね。原則は一応残るんですけど、まあ、例外としていらないんだったら消してねっていうので、まあ、広告があった日が終了した時に消滅するよというようなことです。で、次、保留地ですね。保留地に関しましては、広告があった日の翌日において、施工者が取得しますよと。なんで、基本的には保留地っていうのは作った人、まあ、施工した人が、手に入りますというようなことです。で、ですね、まあ、施工者さんがそれを売ってね、お金にして施工費用に充てるとかっていうふうな話になってくると思うんですけどね。で、公共施設がある場合、公共施設がある場合なんですけども、定めがない場合に関しては、広告があった日の翌日に市町村が管理しますよと。で、まあ、誰が管理するかっていうのをね、定めがあるかないかっていうふうに書いてあるんですけど、管理する人がいないよっていうんだったら、市町村が管理しますと。で、定めがあるんだったら、定めた人が管理してねっていうことですね。まあ、そんなに難しいお話じゃないですけどね。公共施設の場合は、管理者が定められてれば、定めた人にもちろん管理をお願いするわけですし、もしいないんだったら市町村管理してくれるよっていうふうなことです。で、完治処分に伴う登記申請は個別でなく、施工者がね、一括して行うっていうことで、完治処分っていうのをやって、で、もうね、これ多分皆さん完治処分しか残ってないかもしれないですけどね、完治処分に伴う登記申請は個別じゃなくてね、施工者が一括して行います。まあ、要はですね、ちょっと不動産登記法のね、勉強すればなんとなくわかると思うんですけど、法務局ってめんどくさいの嫌なんですよ。で、これ完治処分しますよって言って完治されましたってなった時に、登記をね、さっきの A から、まあ、E ぐらいまでいたのかな、ぐらいまでが別々に申請されるとね、まあ、登記官としても登記間違う可能性もあれば、手間がすごい食うんですよ。毎回毎回その土地について調べ直さないといけないんでね。なので、それだったらもうまとめてやってくれって話なんですよ。なんで、A、B、C と、E さんかなが土地手に入れるよと。で、ここ公園になったよと。ね。で、ここは保留地になるからまた売る予定ですとかっていうのをもう一括して申請してくれって話なんですよね。なので、個別申請はダメだよってことです。もう、これ施工者一括して行わないとダメっていうふうに定められてますんで、なので、まとめて登記申請してねっていうことです。所有権はね、A から A にね、こういうふうに土地入れ替わったからね、A さんの土地、ここになりましたよっていうふうなね、そういった申請ですね。そういった申請は一括してやってくださいというふうなお話です。はい、ではですね、平成27年度問いの20、これも直近の問題ですね。土地区画整理法に関する次の記述は正しいか誤りか答えようということでね、完治計画において定められた保留地。保留地っていうのを定められましたねっていうふうなことですね。完治処分があった旨の広告があった日の翌日において施工者が取得します。丸か×かってことですね。誰が取るのってことですね。まあ、もう一度読むと、完治計画において定められた保留地、保留地と呼ばれるようなところは、完治処分があった旨の広告があった日の翌日において施工者が取得するよと。
丸ですか、バツですかってことですね。まあね、あんまりここも説明しというかね、もうやったところなんでね、もう皆さんピンときてると思いますんで、もう答えいきますね。動画のご視聴ありがとうございます。下の概要欄の方にですね、私のホームページと、あとは1日3問、まあ宅建業法と法令上の制限の民法と、まあ毎日ですね3問の、問題を出題させていただいている LINE と Twitter もありますので、よければ一緒に見てみてください。でですね、本講義を受けられた方に関しては、こういった広告は一切なしにですね、ご視聴いただけますので、よければですね、本講義の方もぜひご購入お願いいたします。それでは皆様、宅建士試験頑張っていきましょう。はい、回るということですね。まあさっき言ってた通りですね、保留地っていうのは、広告があった日の翌日によって施工者が取得するよというような内容でした。はい、まあね、土地隠せり法はね、保留地だの、完治だの、完治処分だのね、完治計画だのね、まあいろいろね、原部だのっていうふうなワードが出てきたと思うんですけど、まあ分かってしまえば別にそんなに難しいこと言ってませんので、苦手意識を持つことなくですね、学習していくようにしてください。はい、それではですね、今回の講義は以上とさせていただきます。皆様お疲れ様でした。